私全くクラフト専門な。今作れるもの何かあるんだろうか。おいジョニー、言い過ぎだって。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年6月20日火曜日の午後0時51分です。本日はイベント開催のお知らせがあります。お、何？今週末の土曜日は今シーズン初めての虫捕り大会が開催されます。あ、なるほどね。ふんふん。朝9時から夕方6時まで広場に受付のテントが設置されますので、よろしければご参加くださいね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。こんなメイドさんみたいな格好しとったんやっけ私。え、前回もこんな格好やったどうも。弱いな。おめえとはしばらく話してなかったよな。避けられてるのかと思ってちょっと心配してたんだぜ。おめえにはおめえの都合があると思うが、あんまり根詰めすぎるなよ。ってか、あざす。なんかこの空間めっちゃ似合わん？いい感じよねなんかこういう感じの服装をしたらさ、ちょっとなんか身長伸びた感じするよね。おめえか、どうした？ってか、世間話でも。おめえさ、晴の日と雨の日だったら好きなのはどっちだい？晴れの日なんだけども、どっちって聞いてんのに曇りの日っていう選択肢があるんよね。曇りの日だな。ただ曇りでもなんかジメジメしてる日があるけんな。普通に涼しければいいんやけどね。曇りが好きってか、まんざら受け狙いってわけでもなさそうだな。俺はずけずけ物を言うたちなんで、ついきついことも言っちまうけど、白黒つけない優しさみてえなもんがおめえにはあるんだろうなってか。そういう意味じゃないんだよな。普通に。いや、だってこの時期、やっぱ梅雨の時期やけんの質問ではないのか雨は普通に嫌だし、晴れてたら暑いし、曇りがいいやん。自分の都合ですけどね。アイナさん、最近お見かけしませんでしたけど、どうされてたんですか？何それ？バニラと抹茶？すげえ、ダブルやん。ひょっとして、本を読むのに夢中だったのかしら？本読みすぎて家から出てこんかったって？そんなに面白い本出会えたなら最高に幸せですよね、タフン。最近本読めてないんすよ。どうされましたか、タフン？おしゃべりしよう。あれをね、罪本はめちゃくちゃいっぱいあるんやけどね。疲れた時はアイアンガーデンベンチでちょっと休憩できるんですよ。誰が置いてくださったかは知らないんですけど、その心遣いが嬉しいですよね、タフン。私が置いたんだ、それ。ちょっとアピールするけど、私が置いたのよ、それ。お、みんないるね、今日外に。アイナさんのことを最近お見かけしてなかったのでとっても寂しかったです。私一人でゲームをしながら会える日を待ったんですよ。ひょう、ルーシーゲームとかするの意外だね。なんかルーシーこそ読書してそうだけど。何かご用ですか、ひょう？話に来たよ。なんだか今日は新しいことを始めたくってうずうずしてるんです。この島の皆さんをラテアートで表現するのもいいですよね。まずは似顔絵を練習しなくちゃよ。すごいな、器用なんだな。何、ジュース飲んでる？そこの自販機で買ってきた今。あ、アイナじゃん。最近見なかったけど旅行でも行ったのかい？行ってないよ。一声かけてくれりゃいいのに。あんたってば水臭いね。だってね、なんか気になってんのかい？だってね、何か聞かせて。24時間いつでも入れるし、入館料だって無料だし、この島の博物館は最高だね。いや、ほんとそれよね。え、実際にさ、近所に24時間いつでも入れて無料の博物館とかあったらさ、しょっちゅう行くよね。軽い散歩のつもりで家を出てもつい覗いて行きたくなっちまうよ。これも館長の作戦かね。だってね。いや、でもな、水族館は水族館でちょっと気持ち悪いコーナーがあるけんな。虫のコーナーはあれやし、美術品と化石ぐらいか。でも定期的にイベントとかしてくれたらね。いや、でも無料の施設にそこまで求めちゃいかんか。ね、現実的に考えたらやっぱ、ほんとただただ開放しとるだけっていう感じの施設にはなるよね。なんなら館長すらおらんのじゃないかっていうぐらいの。やっほー、エラくん。お久しぶり。
2週間ぶりくらいかな。最近見かけないねって他の子たちも話したんだよ。でも元気そうでよかった。みんなも気にしてたから顔を見せに行ってあげてね。だぞ、今日めっちゃいろんなことあったよ。やっほ、何かご用なの？だぞ、話しに来たよ。お天気が変わると空の色や雲の多さとかもいろいろ違って面白いよね。こんなにたくさん雲があったらきっと空の上から僕なんて見えないんだろうな。だぞ、確かに今日めっちゃ曇っとるな。まあ、現実の今日はめちゃくちゃ晴れてるんですけど暑そうやなって思っとる。え、てか梅雨はいつ明けるんだ？もう明けた？え、全然知らんねえけど、なんかさ、今年いつもよりさ、え、なんか 1,2 週間ぐらい早めに梅雨に入ったんやろ？明けた？明けてないの？でも週間予報を見たらさ、週末まだまだ全然めっちゃ雨の日続いとんよね。ってことはまだなのか？いや、わからん。梅雨明けたって言っても雨は降るもんな、別に。プレゼントが飛んでる。撃ち落としに行きたい。パチンコパチンコ。ワンピースを履いているからと言って、私は活発に動くよ。あ、この辺？あれ？なんか思ったより近かったな。はっ。よし。どこや？さーて、中身は？鉄鉱石。なるほどね。なるほどね。ウキウキした気持ちが一気になくなったよ。いや、ベルでもいいなーとか思いながら開けよったけど、もう全く。なるほどね。まあでもあれよね、クラフトとかするんやったら大事か、なんでも。私全くクラフト専門な。今作れるもの何かあるんだろうか。おい、ジョニー、言い過ぎだって。むにゃむにゃ。マジでしょっちゅういるんですけど。うー、このままでは海のもずく、もくずですね。スースー、ふが、スースー。もうあれじゃね、君。え、なに？誰か呼んでる。どうした？今から僕が考えた君の新しいニックネームを発表しまーすってし、生きだれてるジョニーを目の前にして。どんなの？君っちっていうのはどうかなーってし。名前が何も入ってない。やだ。そっか、それじゃあ気に入ってくれそうなのをまた考えとくねーってし。ありがとうね。これが目に入らない？ねえねえ、いや、やめて、食べないで。私の分ちゃんと残しておいて。起きろよ。そっか、海賊ってことは海の中に潜りに行かなければいけないパターンだな。ノー、エリザベス、ゴーアウェイ、来ないでください。は、ここは天国か。もう君あれじゃない、この島に住んだ方がいいんじゃないかな。ちなみにエリザベスってのは船を襲ったハリケーンの名前だ。そのせいで俺は海に投げ出されて遭難してしまったのさ。やれやれ、また子分どもに連絡しなければ。ねえねえ、あの外国とかでさ、なんかたびたび発生するハリケーン、あれはなんでいつも女の人の名前がついとん？なんか昔からめっちゃ思いよってんやけどさ、不思議じゃない？なんかね、やたらセクシーな名前ついとったりさ、可愛い名前ついとったりするやん。でもそんな可愛いもんじゃないやん、全然ハリケーン。なんなんやろうね、よくわからんねえけど。なんかそういう歴史があるの？最初からそういう名前が付きよったわけじゃないよね、きっと。何きっかけなんやろう。はいはい、通信装置探します。荷物の空きなら十分あるよ。さあ、着替えますか、マリンスーツに。じゃあ行ってきます。3つ目でゲットできたよ。もうすっかりボロボロだと思うけどな。何回も何回も通信装置自体は海に放り出されるし、通信装置のパーツは砂に埋もれるし、でもその度に買い替えよったら確実にお金が足りなくなるっていうぐらいはここに流れ着くし。あったよ。おお、これはまさしく俺様の通信装置。
ベリーベリーサンクス。これでコブンどもに連絡できる。お頭より、これでよしと。恩人のあんたには後日お礼の品を送るぜ。助かったぜ、本当にありがとな。いえいえ、もう流れ着いてくるなよ。せめて月1にしな。マジで月1どころじゃないぐらいな、ほぼ毎回おらんっていうぐらいおるんやけど。ねえ、どんだけなんだよ。今って季節限定の商品みたいなのなんかあるかな。ふーん、扇風機か、いらねえな。全くもっていらねえな。あ、色味かわいい。ねえねえ、かわいいチェス。ほうほうほう。11万もするの？高くね。え、現実でもそんな感じ？全然知らんねえけど。チェスとかやらんけんさ。なんか、すごい昔さ、サンリオのそういう系のやつを持っとったんやけど、あれは何やったんかな？なんかチェスとか、と、オセロとか、リバーシー、なんかめちゃくちゃいろんなのが入ってるやつやったんよね。そういえばいつの間にかなくなったな。え？今までの引っ越しの、どこかで捨てたんだろうか。小さい頃ね、ルールも全く分かってなかったのにめちゃくちゃ好きやったんよね。浴衣欲しいね、浴衣。今そこにあったやろ、浴衣。なんかどれか持っとった気がするんやけど、どの浴衣持っとったんやろうな。わからぬ。し、これ持っとったんかな。こっちか。え、わからん。これもなんか似たような感じやね。これにしようっと。購入する。待って、とりあえずさ、下手屋クーポン使ったけど、ちょっと待って。ねえ、下駄は？下駄下駄。頭の飾りみたいなのもないかな。今ちょうどね、髪の毛アップにしとったけんね。よかったよかった。若飾り、あ、この辺何色がいいかな。紫かわいい。あ、同じ青で揃えるのもいいけど。あ、黄色。あ、これしっくりくるね。んで、この辺か。草履。白。いやー、なんか違うかな。水色。ピンクにするか。よし、これで。このまま。この二つでも1万超えるんや。結構するね。あ、そういえばこっちも、毎年恒例の夏祭りも始まったよ。まだ行ってないけど。毎週土曜日にしよるけどさ、とりあえず、一回ぐらいは行きたいよね。いやー、いつもすごい楽しみなんよね。なんか特に、そんなにいっぱい買うっていうわけでもないんやけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、今日はなんか、なんやろうね、曇っとって過ごしやすい天気なことが関係しとんか知らんけど、みんな結構外うろついとったね。